さあ、おはようございます。おはようございます。皆さん、はい、さあやってきました、うん、現在、9時20分ですね。はいはいはい。まあ、9時についてちょっと今並びからちょっと荷物だけ置いてこっち取らせてもらってるんですけど、はい、さあ来ましたよ、お宝探し、うん、お宝探し、ミネッチのトレジャーハンティング、うん、そんなコーナーでしたふざけてます今まで過去振り返ってみると、ここで打った時がざっくり、うん、前回32ぐらい で、 そ、 う、ね、でその前が、ユニコーンで28とかそれぐらい回ってくれたんで、なので30ぐらいの台はあるのかなと思ってますね、うん、はい。ただあのめちゃめちゃあの気合い入れてきたんですよ、はい、でなんか200人ぐらい並ぶみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、はい、俺ちょっと200いくと思いますね。今から今何人ぐらいですか、うん、今8人ぐらいですか、はい、ってことは、はい、チャンスですだからもう僕それ言われてめちゃくちゃ焦ったんですよ、はいはいはい、200人あもうだったらもう朝一、はい、あのちょっとでもなんか余計な行動したら、はい、俺台取り逃すなと思って。あそうですよね、前回のあの、うん、初め鉄火場でしたもんね。そうもうなんか中央通路全部埋まっちゃってそれ想像してたんで、想像したよりはまあ良かったかなって思ってますね、うん、皆さん分かるんですよ、はいはい、まだ今9時20分30分ぐらいなんで、うん、はい、10分前ぐらいにドドッと来るかもしれないですよ。あんま来ないでください本当はあぶれます。そうだね、はい、しかもなんかじっくり見たいよねじっくり見たいですね。そうですね、だって分かんないですもん。そうだ、ね、あのパッと、ね、見たところですごい難しいんだよここですよね、うん、じゃあズバリ何代目にお宝たどり着きましょうか。そうですね、何代以内、はい、目標。あー即答できないえ、あぶれる。よし、おはようございます。アルコールを、あ、誰もいない。マジか。みんな、寝台行った。寝台行った瞬間に。いやー、やっぱこれ一瞬で見ろって無理ですよね。無理だ。ちょっと待った。エヴァもなんか普通に、ほっといてもなんか稼働つきそうなんでね。やばい。やばい。ちょっとダメだ。出遅れたかもしれない。あそこら辺ちょっと混みすぎてるから。次行こう。こっち。デビルマンもな、別に甘くないんだよな。甘いだい。あ、海、海先行こう。海、あ、違う、ガロ見てから。うわ、ガロ、ガロ1だよ。みんな早いね。パッと見でこれだってのがなかった。先に海行った方がいいよね。もうみんな打ち始めてますよね。相変わらずですね、僕は。マイペース。寝台は全埋まりしてると思います。寝台ってなんか僕普段打たないんで、まあ、あの、もちろん台の性能を把握するためには打つんですけど、でも、寝台をね、なんか回すっていうイメージはないんですね。今特にあの店ってどこの店も結構厳しいと思うんで、とにかくまあ機械台の回収をまあ先にしなきゃいけない。で、機械台の回収もまだ終わってないと思うんで、そう考えると今日別に寝台ね、率先して狙う意味はないかなと思ってます。一旦こいつキープしときますね。ワープを抜けるかもしれないんで、ちょっとまたこれ95番に移動しよう。ちょっとごめん、ごめんなさい。これじゃない。急所まで待て。またこいつだ。これちょっとキープ。これ結構良さそうですね。こぼしも多分食われづらいと思うんで、そうね、結構強めにも打てると思うんですよね。基本的にあの僕結構この店で強めで打つことが多い理由っていうのは、まあ大外で食われづらいってことですね。強めに打つと基本的にあの横へ振られて結構球が食われるんですね、こっち側で。で、食われづらい傾向にあるんで、この店は。だから強めから試すことが多いです。
強めに打つと単純にまあ乗り上げ率が上がる、うん、でこっからこぼれる台に関してはもう強めは NG ですね。こっちで食われちゃうんで、そうだからまあそういった理由で結構この店では強めで打てる台を選んだりとか強めで打つことがまあ多いです。はい、こんな感じで、また寝かせとかの絡みか、この台もまあちょっと気になりますね。似たような感じ、似たような感じだけれども、めっちゃどっこいどっこいだな。 1.5 の5、じゃあもう寝かせだな。どっこいどっこいな時は寝かせ、上の見えてるところが何ミリだ、7ミリ、黒い部分が見えてます。下はここら辺で見ると5ミリしか見えてない、なのでちょっと起きてるように見える、2ミリぐらい起きてるように見える。で角は、角どうだ、角に関しては12ミリぐらい黒いところが見えて、下を見ると10ミリぐらいだね。これ2ミリ2ミリ寝かせ、あの2ミリ2ミリ起きてる感じですね。どこいどこいですね。ってなってくると際どく角かな96番ちょっと抑えました。抑えてからの OK、 まさかのライトミドル、なんかパッと見、パッと見なんかいいかなと思ったんですけど、ただなんかね、あのこの台に関してはおそらくまあ乗り上げないですよね。結構あの高低差があるんですよね、あのこの道とあとへそからこのジャンプ、ジャンプじゃない、ステージか、ステージへの高低差があるんで多分乗り上げが難しいってなると、パッと見た感じより、なんだろう、まあ、例えば想像したのが、まあ、23回転だとして、なんかそれ以上の上振れがないって感じですね。まあ、そんな回るかどうかもそもそも分かんないですけど、やっぱステージへ乗り上げてくれる台のは想像以上に回ることが結構多い。だからゲンさんとかはそれですよね。そうね、結構いいかな。よし、メモしとこう。ようやくここでメモ。76番台、落とし、落とし、よし、騙しダメだったんだ。悪くなさそうだけどね。うん、これ良さそうですね。でも2000円でやめたのかな。27 143 144、一応マーク144は、特にまあ昇級が良さそうですね。はい、まあ、どっちも良さそうなんですけど、ちょっと細かい部分は分かんないですね、打たないと。これいいですね。そうね、こっちのこぼし、こぼれにづらいですね。あの要は強く打てるやつですね。で3強系で強く打てるってことはもうかなり強くなってくるんですよね。3強系ってもうステージの台なんで、ステージのメーカーなんで、だからもう強く打って乗り上げを狙ってやれる。こっちがこっちからこぼれづらい台だから強く打てるっていう、何、総合性っていうの、なんていうの、うん、そう、そのおかげでシンフォギアの、こぼしが、こぼれづらい台はかなり強いですってことで、一応メモっとこうね。148、もうちょい欲しいか、もうちょい欲しいかな。メモはしない。いやー、ダンマチ打ちたいな。めちゃめちゃワーブ抜けそうで面白いな。そうですね、これは回りそうな気がしますね。うん、ワープ抜けがすごそう。わかんないですけど、あんま経験値がないんで、これ1、2、3、そこそこ甘かったですね、確か全部見るって大変ですね。だってこの店普通じゃないんだもん普通の店だったらね、もうパパパッと見てね終わるんですけどね。まあ一つ言っときますと、へそが平行なんですよ。はい、まあこれ当たり前なんですけど、そんな中で探してる感じですね。うん、まあ何が大事かってことですよね。
さあというわけでですね、最初に選びましたの金富士ですね。はい、こいつのライトミドルをまずは試し打ちから行ってみたいと思います。いらっしゃいました。ちょっと待った、それより先にしっかりデータ取っていこうね。ワープの抜けとか、あとステージ決定、ステージはあんまね良くない気がするんですよね。当たっちゃって OK ですよ。最初から持ち玉になってくれたらありがたい。感触は今のところよくはあるんですけれども、まだまだ分かんないですよね。いいね。あー、やっぱワープ抜けから決まんないのかな。盛り上げは強い。お、いいね。はい、というわけで、最初の500円分ですね、16回転ですね。はい、というわけで、ワープ抜けはまあいいんですけど、まあ、これは予想通りですね。うん、でワープ抜けいいんだけれども、ワープから決まらないから、まあ、今のところ意味がない感じになってますと。自力の利上げがそこそこ強くて、ステージ4個決まってんのか。というわけで、500円打ちましたところで、16回転、まあ、32ペースということですね、1000円だったら。なので、こいつと心中します。それでもいいと思うんですけど、ただまあ気になる台もあります。断末とかね、結構気になるんで、それもつついてみたいなって感じです。パッと見というか、これが回るんだなって分かる人ってほぼいないと思うんで、なので、まあ、16、これ多分1000円に見えると思うんですね。結構僕こういう技使うこと多くて、例えば1万円分打たずに8000円分で切り上げて、8000円分で、なんか180で放置しちゃうとか結構使うんです。これ効果的で1時間ぐらい空き台のままになることが結構多いです。はい、店からしたらすごい迷惑な話なんでしょうけど、はい、これも一つの、まあ、武器だと思ってます。はい、こんな感じで他も気になるんで、今後のためにもです。はい、これだけになって打ち切りました、勝ちました、やったーってよりも、次来た時のためにも他の傾向とか他の回転率とか、比較をしてみたいんで移動します。あら、もう見切られちゃいましたか。結構なんかうまそうな感じの人が打ってらっしゃいました。なので、まあ、判別済みってことですよね。そうか、回んなかったか。断末もね、あんま僕経験がないので、まあ、打ったことはあるんですけどね。そうね、三強ってことは、まあ単純にステージの利上げ率、そこを重視したいところですよね。そう考えると、こっちのこぼしがちょっと、なんだろう、もう完全にノーマルなんですね。要は平行なんですよね、多分出荷時と一緒のまま。まあ、これノーマルだと多分結構こぼれると思います。パッとこうやって見て、45度よりも45度ぐらいまでかな、まあ、平行に近い感じ。結構なんかこれ角度がないですよね、一般的な台よりも。ここの傾斜です。これが平行に結構近いんで、だから食われやすい台ってなると、ここで多分打ち出しに対して2割ぐらい持ってかれる気がするんですね。まあ、実際わかんないですよ。風車でどんぐらいだろうな、風車で7割 75% ぐらい、まあ右へ行くと思うんですよね。でそっから乗り上げて、まあ、結局はまあ乗り上げ率ってことになってくるのか。そうね、自力乗り上げの多い台が多分偉いですね。でプラスまあ昇級ですよね。まあ、昇級が良さそうな気がするんで、昇級でどこまで戦えるかって話なんですけど、自力乗り上げはどうなんだろう。え、入店から1時間、はい、あんはんはん、500円使ってひどいですね。あー、だこうだ、喋るだけ喋ってね。じゃあ皆さん、これ見えて、結構全体念入りに見てるからこういうことになってるだけで、うんうん、普段からこうやって普段見てるわけじゃないじゃないですか。あ、見ない、全然見ないです。これ見るところ多すぎて多分対応しきれない。いいね、ワープからのダメ。
やばい、激務ですね、これはね。はい。いやなんか普通の台で、普通の台っていうのは海とかでもう精一杯なんですけど、こいつはもう考えることが、もうクルーンやめません。今クルーンに関してはもう奥穴2つですね、奥穴がなんか赤くなってるんですけど、そっち2つがあの指導口ですね。手前はもう外れです、単純にね。どうや、ダメ、おーポロリ、あやっぱりな、三強系は強めに打ちたいんだよな。強めに打つとこいつは食われちゃうゲージではあるけど、乗り上げ率が上がる。やっぱ2割ぐらいですね、ざっとパッと見ですけどね。左側のこぼしで食われますね。なんか保留めっちゃ溜めてしまった。3の3溜まってますね。おうおう、どうだろう、先読みなかったかな。もうちょい強い先読みが入るのなら当たらないかなって思うんですけど、先読み圧みたいなモードにしてあります。おう、タイトル赤になった。もう一丁、あなんか強そうじゃないですか。テロップも赤で、保留がなんか中途半端な感じですね。紫保留。おお、赤までいった。これとかも原作とか見たら楽しそうです。おお、金までいった。当たっちゃうじゃないですか。保留丸損しちゃうんじゃないですか。7個残してます。おお、いいですね。はい、当たりました。へそ保留か。あと振り分けがちょっと悪いんですね。これは残念だ。まあ、ともかく、まあ、5000円で当たってくれたんでね、ラッキーです。5000円で27からスタートしたんだな。27からスタートして109で当たりました。82回転か。特にこれ弾が増えたりとかそういうのはないですよね。ここが2個昇級とかだったらいいんですけど、多分1個昇級なんで打ち出し止めちゃいます。お、いいじゃないですか。初当たりの時の情報とかをなんかパパッとメモしちゃおうかな。おお、どうやって打つのがいいんだろう。おお、ラッキー、本当だ、ランプついた。でここの電柱ですね。電柱に関してなんですけど、ちょっと待ってくださいね。この電柱見てて開きました。1,2,3,4 ぐらいで打ち出すとなんかこぼれずに、まあ、今4個打ちましたけど、ちょうどいいタイミングでね。お、当たりそう、ラッキー。よいしょ。さっき8ラウンドだったけど今回は、はいよ。おお、相当食われるんですねここでね。あ、この悪いやつ、ドクロみたいな、こいつに食われるんで、いちいち止めてひねってってやってると時間効率がもう激落ちくんなんですよ。はい、だったらもうある程度アバウトに打って時間効率優先で、もうすごい早いじゃないですか、こうやって打ちっぱだったら。打ちっぱで要所要所一応ひねりを入れて打ったらどうだろうなって思ってます。いろいろこうやってね、あーだこうだ考えるんですよ。こうやったら一番効率がいいかなって。今決まったか、まあ、お前にしろ、まあ、そこそこ決まるけれども、あれですね、やっぱり打ちっぱなしだとアタッカーの閉じてる時、ラウンド間か、ラウンド間に一玉ぐらい流れちゃう感じですね。はい、というわけで3連チャンでしたね。はい。
まあ、とりあえず回転率か、回転率に関しては、まあ、ざっと18ぐらいで、これは実回転率ですね。であとはまああの読みを聞かせて実際どれぐらいだって判断しなきゃいけないわけですけど、 17.68 が今のところ、3分の2赤穴に入った時の、回転率ですね。で一応あの適正回転率になるかどうかまあ分かんないですけどね、何分の1で白穴か、これは寝かせによって変わってくると思うん でこれである程度の期待値を算出していますと。持ち玉時給が、2908円の、現金時給が422円で、例えば、1000円ここから18になったとしたら、持ち玉時給が3000円超えますよ。で16を切ったらまずいかな、16だとまあ2155円ぐらいかなっていう見積もりですね。まだまあ細かな部分わかんないんで、打ち込んでみてからですけど、なんとなくこれだけ打っただけでもある程度のね、大性能っていうのは見えてきます。大体のニットっていうのは見えてくるんで、これを打ちながら普段やったりします。おお、10玉ずれた。はい、この台だけに夢中になるでもなく、なんか他の台の見積もりをねいろいろとしてるところです。例えば最初に打った金富士がですね、26万あったとしたら多分こいつを超えてくると思うんですよ。はい、なので、移動するタイミングかなと、はい、いったところです。一応軽く振り返ってみますけれども、この台の良かったところっていうのが、まあ、昇級ですね。昇級が、これ5000円分測ったんですけど55個昇級取れてます。であとはまあ自力乗り上げも結構強いですね。はい、でも1000あたり8個乗り上げて、で、41は 4.1 個か、ステージからの、へそ入りが 4.1 個、これは重要視すべき。でもこれすごく大事なんですけど、これワープ抜けがこれ1000円1個分しかなかった。5000円打って5個なんで1000円1個で決定したのが、3個って感じですね。なのでこれはどういうことかっていうと、まあ、ワープを全く抜けなかったとしてもほぼ回転率に影響がないよってことですね。ほぼ回転率変わらない。ワープはもうそうですね、次この店に来た時、この台を見た時にワープ抜けないなと思ったとしても、まあ、あんまり変わらないよっていうのはもう知識として入れておきたいと思います。まあ、そんな感じでちょっと見ていきます。金富士よし、セットに入れました。ただいま金富士ということで、まあ、朝一にね、最初に押さえた台へ戻ってきました。はい、まだ試し打ちの段階です。回していきます。そうか、ステージからの入賞が岩村だったかな。ちょっと怪しいですね。まあもうちょい打ちます。うわと思ったら当たっちゃった系じゃない。さあ、だいたいウリンちゃんが出てきたらミドル機だったら5割ぐらいで当たるイメージなんで、ハイトミドルだったらもうちょい当たんじゃないかな。魚群待ち、プリア当たったまだ気が早い。ありがとうございます。あー、マリンちゃんだね。ワリンちゃんとかね、ウリンちゃんが出てきてくれたらありがたいんですけど、まあひとまずまあ早いあたりありがたいです。である程度まあ電柱を抜け、スルーを抜けそうなところと、あと電柱に寄りそうなところのストロークをまあ目視でね確認しながら打っていきます。開き切ったら4個ひねりをしてみようかな。これだと遅い。
閉じてる時に4個ひねり、これで合いそう。閉じた瞬間に4個ひねりですね。電柱が閉じたら4個ひねってやる。でその4個打つにしても、その球の配分ってのが大事ですね。これ最後まで打ってやります。綺麗に決まってる感じですけど増えないな。はい、5番図柄いただきました。おすごい、いきなりマックスラウンド10ラウンド。しょうがない、どこが一番球が滞在時間が長いか、滞空時間っていうのが。今のでもう一回やりましょう。おお、やった、ビシッと決まりましたね。スルーが足りないって思ったときは、ひねるときにしてもチョロ打ちの比率を高くしてやります。とりあえず5個打ちに変えてみようか。で、スルーの抜けが良好なときは、強めの球を多くします。例えば強めを3個の、弱めを2個とかで、例えば5個ひねりするとしても、配分を変えてやります。ここを見ながら打っていきます。で、これが点灯になったら、これは小手地の保留っていうんですけど、小手地が4個ありますよ。で、小手地の保留が満タンの時は3個打ちでもいいと思いますし、小手地の点灯が乏しい時は5個打ちとかでひねっていくといいかなって思います。でこういう確定演出とかの時は、これは3個打ちとかがいいかな。で確実に練習に収めていく感じですね。でこれ3個打ちだと、もちろん打ち出しタイミングがちょっと変わりますね。これは開くと同時に3個ぐらいで打ってます今。1回多かったかな。まあとりあえず最後まで電柱は取りに行きます。基本的にはよし、流れたぞ、ありがとう。ただこの電サポに関してはちょっと増えている。そっか、ここから抽選があるのか。もうちょい打ってみよう。増えるか減るか分かっていないんで。はい、ここまでかな。最後の1回方までしっかり狙っていきます。例えばそうですね、強めのストロークの時、これも球ができるだけダボつく場所、または電柱に刺さるようにね、飛んでいってくれる場所、そんなところに打ちたいです。なので1球1球ね、当てどころを考えて打ってます。ここで悪いか。まあほぼ現状維持ですね。そうね、ちょっと怪しすぎますねこれはね。ちょっと回転率が残念ながらというか情けないことに、かなり下がってしまい、19.33。 はい、これじゃさすがに無理ですね。いやー、もう何が一番予定外というかね、回転率が伸び悩んだ原因かっていうと、ステージがまあ弱かったですね。やっぱもうちょい寝てる台がいいですよね。ただいま3時20分です。
昼食を終えて今ホールに戻ってきたところです。もう一回ね、リセットして、一からね、立ち回ろうと思います。まずはそうね、うん、一周回ってみます。ユニコーン前回ほどのね魅力は感じないんですよね。わかんないもなんか積もられてる可能性もあるけど、これは入りそうではあるけれども、秋台にねいい台があるとはあんま思えないですよね。例えば、まあ前回の教訓でね、昇級にあんま入らないっていうね、入りづらいっていうのをちょっと学んだんで、なんか見落としはないか。見落としないな。いやー無理かな。まあ、店内一周しまして、そうですね、あんまり朝一の印象と変わらずですね。そうね、まあ、シンフォギア、AKB はまあお客さんがもう座られてました ね、 あと空いてるところで言えば羽中央、ああそうですね、とかまあ定量制ですよね、はい、ですけど、まあ打てる可能性はあるかなと。それは打ってみたい気持ちがあります。なるほど、もう持ち玉を使わずに、定量制ので一から元気を入れると。もう一つの候補ですね。なるほどですね、うん、それか、もうか、まあ、シンフォギアちょっと試し打ちしてみるっていうのもありかなとは思ってます。はい、あとまあ持ち玉なので、はい、例えばさっき言った海、出玉計測したんですけど、うん、そうですね、662円ほど持ち玉だったらプラスにできるはずなので、段待ちはこれがいくらでした、持ち玉時給2577円でしたね。これが、僕が見たの中ではまあ一番良かったかなって今のところは思ってます。はい、戻りたいけど戻れない、好きだけどあなたはもういない。何の話ですか。もう埋まってますよね、はい、そうなんですよ。結構万事休す感がありますね。そうですね、やっぱりね、今まで結構いい台積もってきて、そうですね、やっぱり求めるところがもう30オーバーってところに、うん、目線を合わせちゃってたんで、そうですね、そうですね、うん、それで今こんな状況ですあの2台目の段待を基準にすると、うん、まあ、全部ちょっとしょぼい感じになりますよね。そうですね、持ち給的にはそういうことです、そういうことです。これを超える台を探したいんですよね、はい、超える台は今見た感じではないと、うん、で誰かが打ってる可能性がある、可能性はあると。そうですね、はい、そうですね、僕もちょっとすっきりしたいんで、朝一に気になった台を、軽く試し打ちして、で、まあ、自分の何、朝一に思ったこと、これが正しかったのかどうなのか、ただまあ、2500円超えるかどうか分かんないです。それを超えてきたらもちろん打ち切るんですけど、超えなかったらもう打つべき台じゃないなと思って見切ります。はい、なのでちょっと、朝一に気になった台つついてきます。はい、というわけでシンフォギアやってまいりました。こいつのまあ気になった理由ですねってのは、まあ道ですね。はい、道からへそへの入賞率というか道が結構よく見えたんで、はい、それとあと寄りに関しても結構魅力的に感じました。こっち側にほぼこぼれないイメージだったんで、ってことは、まあ、これも一緒ですよね。強めに打てる、強めに打ってこの乗り上げを狙って打てる可能性がある、はい、なのでストロークが効く可能性、それを感じてこれを選びました。想像よりこぼれてる、乗り上げがないですね。球の跳ねは弱い。何回転上がればいい？28で、そうですね、28回って約2500円なんですよ。なのでここから6回転アップはちょっと難しいかなと、はい、思いまして、自分の基準に足りないので移動します。てな感じで、まあ、制約があります。で、まあ、ギャップが発生しますんで、なのでまあちょっと
ちょっとというか結構、まあ、発表値のボーダーラインよりも、まあ、辛めって感じですね。この台を選んだ理由なんですけど、このお通しですね、これ袴っていうんですよ。あの袴みたいな広がった形をしてます。今のデジパチとかで、風車のついてるところ袴とか行ったりするんですけど、あれは袴の形じゃないですけど、これが由来ですね。この形が袴のような形がで、袴から袴まではまあ普通な感じなんですけど、袴からのここの決定率がちょっと高いかなと、はい、いう感じで、ここ1着下ですね。ここに1個入ったら、抽選を1回受けれるよってことですね。その抽選で、まあ、10分の1ぐらいで、羽が開きますよって感じです。まあ、こういう羽系の台っていうのはもうね、いかにここに送り込むかってことが大事なんで、そこに一番送り込めるのはぶっ込みを抜いた球であることが多いですね。まあ、もちろん他のストロークにも可能性はあると思うんで、それを探りながら打つ形ではあります。どうだ、まあ、判断基準としてはここに到達する球ですよねをカウントしていきたいんで、秒間で計測しようかな。30秒でやってみようか。30秒ってことは、何玉だ、50玉か。50玉分で検証してみますか。ここを狙った時に、ここに来る確率っていうのがだいたい 26% ぐらいかなといった感じです。せーの、よいしょ、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ、そんな感じで、まあ、ぶっ込みの方が22個、約 44% ほどここを通るとってことは、羽に絡む確率がもうこっちに打つよりもこっちに打った方がいい可能性が高いということですね。こんな感じで僕は羽物を打つときはストローク、ベストストロークを炙り出してます。これかなり使えます。2500円取るためにはどれぐらい必要なんだろうな。現金時給2500円超えれるためには27必要なので、まあ、最低でも25回転ぐらい欲しいのかなってね、今計算してて思ってます。もう秋台一応一周見てなければこれでやめようかなと思っております。はい、明治お疲れ様です。お疲れ様でした。さあ現在17時過ぎ、はい、5時過ぎですね。はい、まあリタイアという形になりましたけど、はい、まあ、まずは今日 の結果から収支からお願いします。はい、趣旨の方が、投資の方が結局、はい、7500円、はい、出玉が5036個、おプラス7500円となりました。まあプラスになりましたね。はい、さてまあ内容ですけど、うん、まあ、結局ミネッチェ、5台打ったんですよね。まあ、2台目の断末がまあ一番手応えが良かったって感じですね。そうですね、はい、でまあ、この断末のちょっと数値をちょっと、回転率の方が、はい、結局 16.75 になりました。はい、はい、で、出玉の方が、うん、1ラウンドあたり 142.31、まあ、これだと一般的な持ち玉ボーダーですね、うん、が 12.74 ほうで、時間効率を、うん、今回は180と見積もらせていただきました。なるほど、はい、はい、これで、持ち玉時給が、うん、2565円と、はい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 、はい、いった感じでした。そうですよね、はい、でまあそこから、まあ、2500円の探す旅に入ったわけですよね、うん、そうですね、それを超える旅に入りましたね、はい、まあ機体の中にはなかったって感じですよね。うん、そうですね、空いてる中で、まあ、気になる台は触ったんですけど、うんうん、見つけられなかったですね。ですね、はい、どういうイメージですかね。あったっちゃあったんですかね、そうやってクソ回る台とか。
まあ、実際わかんないですけど、まあ、なんかうまそうな子はいたんで、そうですよね、なので、まあ、粘ってる中で、まあ、気になった台ってなると、うんうんうん、そうですね、まだアンマチ打ってた時に、うんうん、あの隣に打ってた方がいらっしゃいましたよね、はいはい、そこが朝一に、まあ、気になった台だったんで、うんうんうん、そうですね、可能性があるかなと。確かにあの方も粘られてましたもんね、うん、そうですね、はい、なのでやっぱり朝一、うん、すごい大事だなって思いましたね。そうですね、うん、やっぱり自分の情けない部分っていうのは、うん、まあ、海に出だして、あ、はいはいはい、はい、そうですね、うん、そうですね、まあ、あのカムフラージュとか、まあ、実際使えるんですけど、うんうんうん、そうじゃない、実際、うん、あの欲しい回転率に足りてなかったんで、はいはい、手を出すべきじゃなかった、その見極めがやっぱり下手だったなって思いますね。なるほどですね、はい、前回前々回とミネチここ来て立ち回った時に、はい、やっぱ30オーバーの台とか積もったりして、そうですね、もう結構上を求めすぎたっていうのもちょっとあるかもしれない。もう30か、それか、うん、まあ、3000オーバーですよね。そうそう、うん、そこら辺はやっぱり狙いたかったんで、そうですね、まあ、かなり、まあ、欲をかいたというか、そうですね、うん、そんな部分がありましたね、うん、まあでも面白かったですよ、入店してすぐに座って、うん、あ、積もりましたよりも、ね、やっぱなんかね、全部をしっかり把握して納得した上でね、確かに、この番組に関しては、うん、そうですね、納得した上で打ちたいなと思いました、うんうん、まあでも面白かったですよ。逆になんかリアルな感じで毎回毎回ね、はい、そんなポン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 掴めるわけじゃないっていうのもあって、まあミネッチも人の子だったっていうお恥ずかしい、はい、あ、これだってもうパッと分かるようになったら、もうそれはかっこいいと思うし、それが自分の伸びしろかなって思います、うん、伸びしろがあるのはなんか嬉しいですね。そうですね、やりがいになりますからね。確かに、うん、まあそうやってポジティブに考えてもらえると、はい、まあよかったです、はい、ではまたよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それではこちらにさようなら。はい、さようなら。なんか告知することありますか？告知ですか？なんもないですか？あー、そうですね、最近 YouTube とかもサボってますからね。はい、はい、じゃあ Twitter を見てください。はい、 Twitter もよろしくお願いいたします。パチスロばっかりやってるけど最近甘いんですもんそうですね、またそんな話はまた後日で、ね、はい、はい、よろしくお願いします。さよなら。さよなら。